れですね、大変ですねそうですね、うん、あーこんばんは。夏バテしてない？うん、してないです。一回なんか危ない時あったけど、なんとか耐えて、はい、うん、久しぶり、久しぶりですか？お久しぶりです。どうもです、太田奈穂です。今お仕事終わった、お疲れ様。うん、ドラマ、そうですね、六本木クラス、今日の21時から4話放送なんですけど、4話からちょこっとずつ秘書役として磯部かな子役として出演させていただきます。探してみてください探してみてください、目を凝らしてはい、うん、こんばんは、こんばんは、はい、ああ目を凝らして見といてください。うん、そう、うん、そんなちょっとちょっとなのでなんかあれですけど、うん、ぜひ見てみてください。もともと大好きなイテウォンクラスね、見てて大好きだったので、こう決まってね、とても嬉しく思います。少しでもこう出演させていただきて、うん、7月終わるね、早いよな、早いよな、わかる、もう8月、うん、うん、せやねんな。ファンミーティングも8月27日にするので、そう、8月ね、楽しみですね。うん、本当に早い、わかる、早いよね、うん、うーん、今日卒業公演やったんや。そうなんや、くとめちゃん、感染者多いね、多いですよね、どんどん増えてるから、本当に、うん、ね、気をつけててもあれですけど、本当にね、皆さん気をつけてください。はい、うん、そう、あっという間にファンミが来て舞台が来る、多分すぐ来ますよね、確かに、うん、舞台タクフェスに出演させていただくんですけども、10月から12月の間に、まあ東京公演含めて8都市回らせていただくので、ぜひよかったら普段東京舞台見に行けないよって方は、ぜひ見に来ていただけたら嬉しいなって思います。はい、うん、そうね、楽しみですね、無事にね、本当に感染者数とかすごく増えてるので、何事もなく迎えられたらいいなとは思いますけど、うん、そう、ファニコンの方で配信すると勘違いしてて、来るの遅れた、ごめん。あ、なるほどですね、一応8時からショールーム配信、まあショールーム配信は15分ぐらいで終わろうとは思ってたんですけど、8時半からファンクラブでの配信をしようと思ってて、それは一応書いてたんですけどそう、だからどっちにしろすぐ終わるので、まあ、ファンクラブ配信よかったら見に来てください。そう、8時半から夕飯食べた、食べた、うん、舞台の詳細もう発表されてますけど、ぜひあれですね
ツイッターなり、まあ、公式サイトホームページっていうんですか、見ていただけたらいいかと思いますね。はい、ぜひ。ファンクラブ選考あるのかな、あるんじゃないですかね。ちょっともうちょっとアナウンスするまで、うん、お待ちください。うん、自炊してるしてる、たまにそう、たまにしかしてない。うん、食べたいもんがある時ぐらいしかしてない。うん、そう車運転したりしやんの？うん、しないですね。いつからしてないかわからんぐらいしてないけど、運転したいなと思う。楽しいから。運転いいよね。うん、うなぎは食べた、食べましたよ。うん、美味しかった。ひつまぶしで食べたんですけど、めっちゃ美味しかった。うん、こんばんは、こんばんは。うん、東京運転線でも移動できるのいいね。確かにできる、できちゃう。もちろんマニュアルでまあマニュアルでも運転はしたいけど、でもちょっと忘れてる気がしますね。はい、うん、だしが美味しい、美味しい、わかる。うん、探すねやって、ありがとう、探してください。いるかなって。教習所以来乗ってないですか？うん、うん、あれですね、あれあれ、京都トヨタさんの冠番組エブリバディチャレンジの時に乗らさせていただいた感じかなそう、実況配信しないの？しないですね。そう、配信見ながらじゃなくて集中してみてくださいそう、うん、そうそう、だからしない。懐かしいなって、懐かしいよね、確かに。うん、まあね、確かにマニュアルで運転相当車好き。いやでも楽しいですもんね、マニュアルで運転するのは本当に楽しい。うん、前回ショールーム配信しばらくしないだろうって言っちゃったけど、配信してくれたね。しましたよ。でも2週間くらいでするってとは言ったけど、2週間以上は経ちましたね。ごめんなさい、こちらこそこちらこそごめんなさい。うん、うーん、京都の道って狭くて車移動大変じゃない？私がその冠番組で運転させていただいた時は全然大丈夫でしたね。でも道によると思います。だから、うん、そう。おお、すごい、サイリウムが久しぶりに黄色とオレンジ見たぞサイリウム久しぶりに言ったわ。うん、いや予想より早かったので全然 OK です優しい、ありがとうございます優しいな。15分になったら終わるのでまた教えてください。はい、まあでも配信ね、もうちょっと早めにしようと思ってたけど、意外とタイミングを見失ってどうしようかなと思って、じゃあ今日にしとこうと思って今日にしました。はい、元気そうで何よりです。元気ですよ。元気ですか？元気、変わらず。うん、
そう、うん、15分ってあと3分しかないやん、まるまるって来てるそう、そんなに早く配信しようと思、あ、長く配信しようとは思ってなかったんですけど、このあとファンクラブで配信しようと思ってるので、8時半から9時ぐらいまでだから、その方がいいかなと思って、はい。暑さにやられた、わかる。気をつけてくださいね、本当に。水分補給とかできることして、体調とか崩さないようにしてください。はい続きはファンクラブへとかみんな書いてくれてる。そう、ファンクラブの方はもう少しするかに、うん、そう、30分から21時までぐらい。まあちょっとかぶったら初め見れへんから58分ぐらいに終わる詳しく言えば、うん、こんな感じだから、のんびり話そうと思うので。そう、こんばんは、こんばんは。明日スープラのおしゃや、はい、すごっ、納車、入会お待ちしてます明日も暑いらしいな。暑いよね、ほんまに。暑いのは苦手なので、そう、辛い、うん、そう、うん、すごい、みんな見てくれてる、ありがとうございます。アイコンアバターやったっけ、なんていうんだっけ、アイコン使ってくれてるんですね、変わらずに、ありがとうございますそう、なんていうの、誰か推薦してよ、京都代表いやいやいや、私ができることは何もありません何もありません。はい、今夜ずっと楽しみにしてた、ありがとう、優しいね。15分ありがとう、教えてくれてありがとうございます。ということで、ショールーム配信ちょっと短い時間でしたが、ありがとうございました。このあと8時半からはファンクラブでやりますので、よかったら見に来てください。ということで、ありがとうございましたじゃあまたお会いしましょうなんて言って切ろうかちょっと悩みますね。ありがとうございましたじゃあおやすみなさい、バイバーイ。